ヨゼフィーネラングヨゼフィーネラングは、ドイツ初期ロマン派音楽の作曲家。主に叙情的なリート作家として、名を残す。音楽家の両親のもとに生まれる。父テオドールはバイオリニストであり、母レジーナ・ヒッツェルベルガーはオペラ歌手だった。母親から、ピアノの手ほどきを受け、5歳から作曲家としての大気の、片鱗を示し始める。すでに11歳でピアノを独学するようになる。 大父のヨーゼフシュティーラーを通じて東大切手の大芸術家と接触するようになる。フェリックス・メンデルス・ゾーンとフェルディナント・ヒラーは、歌曲の作曲に必要な理論が習得できるように、徹底して援助してくれた上に、コネを使って作品が出版できるように、取り計らってくれた。ロベルト・シューマンまでもが、新音楽時報史上でヨゼフィーネの歌曲を発表している。ヨゼフィーネラングは、 幼少時から虚弱体質であったと記されている。そのため健康管理をしながら、教育や演奏活動を続けられるように、悪戦苦闘を重ねていた。バイエルン王国の国王夫妻のために、午前演奏を行った際には、王女カロリーネ・アウグステがヨゼフィーネの体調不良を、察してドイツアルプスの療養地、ビルトバート・クロイトに、彼女が展示できるように取り計らっている。 アルプスに滞在中に、弁護士のクリスティン・ラインホルト・ケストリンと出会い、ケストリンに誘われて試作も手がけるようになる。二人は出会ってすぐ恋仲になり、幸福な結婚生活に入った。ケストリンは、中便ン,ン大学の教授に就任した。しかし1856年に、ケストリンが他界すると、ヨゼフィーネの生活は著しく安定する。家族を養うために、 各曲の創作やピアノの指導に復職するが、経済上の低迷や楽譜を出版する試みの失敗の後で音楽界に援助を求めてフェルディナント・ヒラーやクララ・シューマンと接触する。窮地の知らせを受けたクララ・シューマンは、自らピアニストとして舞台に立ち、ヨゼフィーネの作品を特集した事前演奏会を開いた。ヒラーは1867年に各出版社に、 ヨゼフィーネについての略伝的な小論文を書き送っている。その後まもなく、ヨゼフィーネは、一重に、ヒラーの文章力のおかげで、一流の作曲家として、なおなし、作品を出版してもらえるようになった。裁判年は、悪夢と病苦にさいなまれた。三人の息子に先立たれるのを見届けて過ごし、二人の娘が、それぞれ1868年と1870年に、 とつぐと、ヨゼフィーネは、孤独を味わい、見捨てられたと感じた。彼女自身が重い病気にかかっていたが、それでもこの間ずっとピアノの指導や作曲に、勤しんでいた。1880年12月に、心臓発作のため成去した。ありがとうございます。